どうも皆さんこんにちは、チャックバサです。本日はですね、ANA Pay がですね、リニューアルされるっていう風になりますんで、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで皆さんね、こちら ANA Pay ね、使っておりますかね。こちらコード決済で、もう結構前にね、導入されたわけなんですけども、今回ですね、なんとこの ANA Pay がですね、コード決済サービスをですね、2023年11月をもって終了っていうのを発表されました。で、今回ね、終了が発表されたわけなんですけども、まあ全部が全部ね、なくなるわけじゃなくて、今回ね、リニューアルされるっていう風になりますんで、まあね、詳細ね、全部が全部わかっているわけではないんですけども、結構ね、いいサービスになるのではないのかななんていう風に思いますので、気になる方、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それでは早速ね、内容に入っていきたいなと思うんですけども、現在のね、ANA Pay コード決済が2023年11月をもってね、終了っていった形になります。まあこのね、ANA Pay っていうのはですね、今ね、JCB からね、チャージすることができなかったり、まあ還元率もね、マイルがすごい溜まるかっていうと、まあそこでも、そうでもね、なかった部分もあったので、まあわざわざ使う必要はね、あるのかななんてね、まあ思ってた方も結構多いと思うんですよね。私自身もね、ほとんど使ったことはね、なかったりするんですけども、まあ今回ね、2023年11月をもって終了はね、発表されました。で、終了のね、流れなんですけども、新規入会が2023年の6月に新規入会が停止になります。で、チャージがですね、2023年の10月にね、チャージ停止になって、コード決済が2023年の11月にですね、サービス終了って言った形になります。でですね、この終了と同時にですね、リニューアルされるということで、チャージしている金額ありますよね。こちらに対しては、サービス終了後にね、残高がある方へということで、公式サイトにね、文言が入っておりまして、サービス終了後、残高がある方に関しては、返金対応いたしますということで、こちらね、詳細は2023年の9月以降にね、案内予定っていう風になりますんで、もしね、残高がね、残っている方に関しても、特になくなったりね、いたしませんので、まあ、返金してくれるっていう風になりますんでね、まあ、こちらは大丈夫かな、なんていう風に思います。まあ、でもね、カードでチャージして、それが返金になるってなると、まあ、ちょっとね、いろいろ考えちゃう部分はあるんですけども、まあ、ちょっと詳細はね、9月以降にね、案内っていう風になります。またね、ANA Pay、マイルプラスサービスっていうのが、ありますよね。まあ、ANA Pay を使っていただくと、まあ、プラスでね、マイルもらえる加盟店があって、まあ、そう使うとね、プラスマイルがもらえるサービスがあるんですけども、こちらもですね、終了っていう風になりまして、スケジュール的には2023年の9月以降にね、まあ、案内予定っていう風になりますんで、こちらの詳しい案内もね、今後、発表されるっていった形になります。で、今回ね、ANA Pay は完全に終了するわけじゃなくて、今ね、コード決済なんですよね。バーコード出したり、QR コードでね、まあ決済することができるわけなんですけども、ANA Pay はタッチ決済になります。ということで、こちらがね、新しいやつですね。新機能、まもなく登場、ANA Pay タッチ決済ということで、これからですね、ANA Pay はタッチ決済に、まあ、対応するっていった形になるんですよね。で、こちらね、画像にあるより、タッチ払いが始まる。またね、1マイル1円相当でね、使えるようになるっていった形になるんですよね。これがね、今回発表されて、非常にね、この大きいところだななんていうふうに思っておりまして、ANA マイルに関してはですね、マイル、特典航空券とかですね、スカイコインの交換とかね、座席のアップグレードとかにね、マイルっていうのは交換することができるんですけども、他のね、ポイントにね、交換しないとね、まあ他の部分でね、利用することができなかったんですよね。ですので、ちょっとね、こちら早く導入してほしいなっていうふうにね、まあ、ANA Pay が始まった時に思ってたんですけども、まあ、今回ね、ANA Pay リニューアルされてタッチ払いができるようになって、またね、1マイルが1円相当でね、利用することができるって言った形になるんですよね。コロナ禍ですね、マイル、使い道がなくてですね、またね、コロナ終わったけどまだね、旅行に行きたくないっていう方もね、マイル持ってる方結構いらっしゃると思うんですけども、まあマイル自体ね、延長対応がずっとされておりますので、まあ失効された方っていうのはね、登録していただければ、まあいないと思うんですけども、まあ使い道がね、今後ね、増えるっていう風になりますんで、まあ、このタッチ決済がね、利用することができるところであればですね、1マイル1円でね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、有効期限でね、まあ、失効してしまうとかね、こういったことがなくなりますんでね、これは本当にいいですよね。で、またですね、今回、タッチ決済、またね、
1マイル1円でね、利用することができるようになるわけなんですけども、まあ、それ以外にもですね、チャージ方法も増えるっていう風になっておりまして、コンビニの ATM でチャージすることができたり、クレジットカードの対応ブランドもね、拡大っていうのが控えております。現在ね、ANA Pay っていうのは JCB カードしかね、チャージすることができないんですよね。ですので、まあ、今後はね、アメックスとか、ビザとかね、まあ、他のブランドでも、まあ、チャージすることができるようになるそうなんですよね。まあ、これもね、チャージでまたね、ポイントが取れるかどうかとかね、まあ、こういったので、このね、ANA マイルの還元率ね、どうなるか、かなりね、気になりますよね。これも結構ね、楽しみな部分ではあります。またね、タッチ決済の支払いに加えてですね、バーチャルカードとかにもね、対応するっていう風になりますんで、まあ、この ANA Pay ですね、オンラインショッピングでもね、利用することが今後ね、できるっていう風になりますんで、これもいいですよね。まあ、詳細に関しては、2023年の秋以降にですね、まあ、導入っていう風になりますんで、まあ、夏ぐらいにはですね、詳細発表あるかななんていう風に思うんですけども、また発表ありましたらですね、解説ね、出したいななんていう風に思いますし、まあ、還元率ですよね。これが 2% 還元とかね、まあ、このぐらい取れるようなサービスになればですね、まあ、クレジットカードよりですね、ANA Pay の方がいいんじゃないかみたいな感じに、ね、なるかもしれないんでね、これはね、非常に楽しみですよね。ということで今回ですね、ANA Pay がリニューアルされるということで解説ね、させていただいたわけなんですけども、これね、やっと1マイル1円でね、利用することができるようになるということで、非常に楽しみですね。まあ、どうなっていくんですかね。まあ、Apple Pay とかにね、対応していただけるとね、個人的にはね、チャージのね、ルートが結構組みやすいんでね、楽しみな部分ではあるんですけども、まあ、ここはね、ちょっとまだわからないですね。で、ちょっとね、話変わるんですけども、ANA のね、タイムセールが4月の19日から4月の25日販売期間でね、やっております。残念ながらね、東北、北陸、関西、中国、九州、まあ、便限定なんですけども、こちらもね、やっておりますので、搭乗期間ね、6月いっぱいっていう風になりますんで、利用予定ある方に関しては、ぜひね、チェックしていただければなと思います。こちらもね、概要欄に載せておきますんで、ぜひチェックしてください。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。